がもっと綺麗になります。いろんな角度でね、もう同じ角度ばっかりだったらそこしか洗えないので、ちょっとこう指の受ける方の手のね、こうだけじゃなくて、ちょっとこう器のようにして、こう洗って先はちょっとこう角度をいろいろにしながら、指の先にね汚れが残りやすいので、こうだけじゃなくてこっちも、こっちも動かしながら、そうそうそう。どうでした？